テリー・プラチェット、本名サーテレンス・デイビッド・ジョン・プラチェット OBE はイングランドの SF 作家、ファンタジー作家。ユーモアのセンスをファンタジーや SF に持ち込んだ作家として広く愛されており、毎年ベストセラー入りする人気作家である。特にディスクワールドシリーズで知られる。1998年、文学に対する貢献により OBE に助され、2008年には、 ナイトバチェラーに上される。テリー・プラチェットは1990年代のイギリスのベストセラー作家の一人であり、その著作は36個と後に翻訳され、2007年12月には5500万部の売り上げを達成している。1948年バッキンガムシャー州ビーコンズフィールドに生まれる。2007年12月若年期アルツハイマー病を発症していることを公表し、 アルツハイマー病研究財団に約100万ドルの資金援助を行うことを発表した。また、2009年2月には、アルツハイマー、末期がんなどの患者の自殺法上合法化するよう提言し、自らそのテストケースになる用意があると述べた。声明の中で、彼の父親は、末期がんで安楽死を望んだが果たせなかった、と述べている。2015年3月12日に、 アルツハイマーのため亡くなった。ありがとうございます。